はい、どうもとあるです。普段行政書士試験の講師を、しています。はい、それで、まあ今日なんですけど、今日は六法の使い方ですね、そこに関してね、喋っていこうと思っています。はい、まあそれで、ですね、これからは、まあこういう風な感じで、まあそのラジオといいますかね、もう本当に音声だけ、っていう風な感じの、まあ配信もね、まあ、やっていこうかなというふうに思っています。はい。やっぱりまあ今 YouTube チャンネルを2つやっているので、まあその2個でね、まあ違いをね出していった方がいいのかなというふうに思って、それでね少しいろいろとまあ考えてみたんですけど、今回ね、まあこっちの方のチャンネルでは、まあこういうふうに音声だけ、っていうふうなものをね、やっていってみようかなというふうに思って、今ね、こうやって動画ですね、音声をね、撮影している感じです。なので、まあ、これからはですね、まあ、こういうのを、まあ、耳でね、聞き流しながら聞いてもらえると、それで、いいかなと思いますんで、会社員さんとかは、まあ、通勤中の電車の中とか、まあ、その主婦さんは、こう、家事をしながらとか、まあ、そういうふうに、まあ、流せるものをね、作っていこうと考えているので、もしよかったら、そういうふうな感じで、ご利用ください。はい、それでね、今日はね、何話すかっていうと、六法の使い方ですね。やっぱね、この、これから勉強を始めていこうっていう風な方にとって、六法、どういう風に使ったらいいですかっていう風な質問って結構いただいてたりするんよね。で、やっぱり実際六法をどう使おうかってところは、まあ、僕もね、結構悩んだところではあるので、まあ、自分の中で考える、こうしたらいいんではないかという風な部分、そこに関してね、喋っていけたらなという風に思っていますので、よかったら最後までお聞きください。はい、それでやっていこうと思うんですけど、六法ですね、どういう風に使うかなんですけど、一番最初の段階、まだこれから法律を新しく勉強していこうっていう風な方が、六法をね、使ってしまうと、結構これ効率がね、意外と悪いんですよね。うん、まあやっぱね、その六法を最初に使うときって、おそらくですけど、まあ問題を解いたときに、解説に、まあ法律のね、条文が書いてますよね。で、その条文を六法で引くことになると思うんですよ。でも、そういうふうにしても、結局は解説に書いてあることを、また違う紙、まあ六法で、読むだけっていうふうになってしまうと思うんですね。で、これって結構効率悪いですよね。同じことを違うところでやっても仕方がなかったりするんで、結構ね、これ効率悪いんですよ。だから、最初の段階、一番最初の段階では、六法はね、使わなくて大丈夫です。基本的には過去問ね、YouTube 動画を見て過去問すぐ解いてもらうと思うんやけど、そうなってくると、過去問の解説の箇所に六法の条文ね、書いてくれてると思うよね。だからまあそこをね、見てもらって勉強するのが一番理想的になります。じゃあ、いつ六法を使えばいいのかっていう風な話になってくるんやけど、それはまあ使うタイミングとしては、過去問が2、3週ぐらい終わってから使うっていうのがね、一番理想的にはなります。つまり、過去問ね、2、3週すると、まあある程度ね、まあできる問題も中に出てくると思うよね。まあその数の多い少ないは個人差もちろんあるんやけど、そのまあ六法、過去問解いていって、それで自分ができるものとできないものっていうのが、はっきりと分かれてくるはずなよね。そうなってきた時に初めて六法を使います。どう使うかっていうと、難しかった問題とかできない問題、それを中心に六法を引いていって、勉強をね、進めていきます。で、六法に対して書き込みってどういう風にしていくんですかっていう話もね、あるんやけど、これはね、本当にもう科目によってくるんよね。民法か憲法か行政法かっていう風に科目によってどこにチェックつけていけばいいのかっていうことが、まあ、バラバラなんですね。で、例えば、民法で言うとね、要件にね、線を引いていくんです。で、要件がどういうものかっていうと、まあ、これこれの場合は、みたいな感じで書いてることが多いんやけど、場合はっていうやつ、まあ、そういう風なものを中心に線を引いていくんね。民法ってそういう風な科目で、まあ、基本的に民法が請求したいものって大体知れてるから、土地返せとか、金返せとか、なんか契約解除したいとか、損害賠償払えとか、まあ、それくらいしかないわけよ。基本的には。
だからその効果、どういうことを請求したいんですかっていう風な部分を覚えようとしても、それも数がね知れたりするわけです。でもそうじゃなくて、まあその性質によってそれを請求できるために必要な条件、これをね要件っていうんだけど、そこが各々ね変わってくるわけですよ。だからまあそこをねちゃんと覚えていくために線を引いていくっていうのが大事になってきます。これね、前半の箇所、まあこれから勉強を始めていきましょうっていう風な段階で取り組んでしまうと、六法がね本当にもう線だらけになっちゃうんですね。で、なんかその線を引くことが目的に変わってきてしまうみたいな、まあそういう風な現象がね起きてくるわけですよ。で、そういう現象が起きてくると、やっぱりちょっとしんどいなーってなってくるから、ある程度ね、まあ過去もある程度回した後に六法に書き込みをしていくっていう感じがいいかなって思います。それで、じゃあ民法はそういう風にするとしてですけど、行政法とか憲法はどうしたらいいのってなるんやけど、まあ、行政法はね結構難しいと思う。もう正直もう条文も丸暗記ぐらいしないといけないなってなってくるけど、行政法って過去問をねやればそれで十分だよね。行政法はやっぱ問題数も民法に比べてはるかに多いし、でまあ過去問で正直ねもう出尽くしてる感ってあるわけですよ。だから行政法は過去問を 100% 理解してもらえると、もうそれでね十分みたいな、そういう風なね感じになってきています。ということで、行政法に関しては、過去問を中心に勉強していって、その過去問の問題が解けるレベルで線を引いて、条文を覚えていくっていう風になります。それでね、もう一個、憲法はどうすればいいかなんですけど、憲法のポイントは2つあって、1個目がですね、主語です。誰がっていう部分、そこが内閣はなのか、内閣総理大臣はなのか、そこによってね、意味合い変わってくるわけです。なので、そういうところに絞って線を引くことがまずポイント。で、もう一個が数値ですね、数字。4分の3はとか、2分の1は、2分の1はないか、過半数はとか、なんかそういう風な感じで、数値を中心に線を引くと分かってくる、いい感じと思います。いずれにせよ、条文のどこに線引いたらいいですかっていうのは、結局は問題を解けるレベルで線を引きましょうっていう風に、まあ、言語化はできるわけなんやけど、じゃあその具体的に問題が解けるレベルっていうのはどういう風なことなんだっていう部分は、まあ、正直感覚によるところがねやっぱり多いんですよ。なのである程度ね、過去問をたくさん解いていく中で、あ、ここ線を引けばいいなみたいな、なんかそういう風な感覚を養っていくことが求められてくると思います。はい、ということで、まあ、六法の解き方に関してはまあそういう感じなので、参考になれば幸いです。はい、ということで、これからまあこういう風な感じで、まあ、少しまあ音声というか、まあラジオっぽい感じの配信もね、増やしていこうという風に考えていますので、もしねこういう風な配信がまあいいなと思った方いらっしゃれば、高評価ボタンを押すとかですね、まあ、コメント残すとか、そういう風なことをねしてみてください。で、まあ時間帯どれくらいにしようかなとか、まあ、音量の問題もあると思うんやけど、まあ一応自分の中でちゃんとこう確認をしながら、あ、これくらいの音量バランスだったらいいかなとか思いながらね作ってたりするんやけど、もちろんそれは聞く人の感覚とか、まあによって変わってくると思うので、まあ、そこに関して、こういう方がいいんじゃないかなとか、そういう声があればぜひコメント残しておいてください。コメントねすべ全て目を通していて、でその中でもね参考になるものも多かったりするんで、本当にありがとうございます。はい、一応そういう風な感じでした。ということで、今日も一日楽しい一日をお過ごしください。以上、とわるでした。